い、こんにちは、クーペンの岩介です。今日はですね、紫外線からしっかりガードするための UV スプレーのおすすめ4選紹介したいと思います。なぜ UV スプレー必要かと言いますと、やはり紫外線によって髪のダメージはかなり蓄積されてしまいます。帽子をかぶるなどすると予防にもなりますが、なかなか帽子をずっとかぶることは不可能かと思いますので、そういった中で UV スプレーはしっかり効果を発揮するものがありますので、そちらを紹介していきたいなと思ってこの動画を作りました。はい、じゃあ一つ目はですね、ナプラのビーファフレグランス UV スプレーになります。こちらはですね、以前 UV スプレーの特集を組んだ時の YouTube がありますので、こちらをご覧ください。動画の中でも説明してますが、軽くちょっと触れたいと思います。香りがかなり何種類もありますので、その中から自分の好きなものをチョイスして選ぶこともできますし、好きな香り、嫌いな匂いとかいろいろあると思います。その中でも UV の効果がしっかり出ますので、その中から選んでいただく、自分の合った髪に合った匂いが好きなものっていうのを選びやすいかと思います。2つ目です、2つ目はラサーナの海藻 UV スプレーになります。こちら香りがですね、ローズの香りになっています。ですので女性の方にもとっても相性もいいですし、見た目のパッケージもピンクで可愛らしいアイテムとなっております。SPF は 20、PA はプラスが2つついております。やはりこちらも UV カットにも効果的ですし、低刺激な上、天然のシアバターが入っております。3つ目です、3つ目はですね、ビオレの UV 速乾サラサラスプレーになります。こちらはですね、 SPF が50ついております。それから PA がプラスマークが4つ、先ほどのものよりしっかりと UV カットをすることができます。こちらが何といっても売りとしています速乾性です。つけてやはりベタつきが残るよりも、すぐ乾くことにより、洋服につくことなど、そういったものを回避できます。で、髪にもつけてすぐ乾くことによってベタつきなども少なく済むかと思いますので、ワックス、オイルとの併用も可能かと思います。ビオレの UV カットのスプレーに関しましては、メイクの上からでも透明なためつけることができます。石鹸やボディーソープでも簡単に落ちるような形になっておりますので、毎日使う時にも、落としやすい、使いやすいっていうことになりますので、ぜひ使いやすいアイテムとして選んでみてください。4つ目です。4つ目はですね、一髪のサラツヤ続く和装 UV カットスプレーになります。 UV スプレー、こちら和装が入っております。和装の力によってスタイルをキープするだけでなく、ダメージ補修と、予防の効果があります。こちらもですね、 UV 効果に関しましては SPF を50、 PA がプラスの4つマークついております。ですので、強力にかつ長時間、しっかりと UV カットをしてくれるアイテムになります。こちらのアイテムはですね、香りがですね、みずみずしく可憐に咲く山桜の香り。はい、以上4つでした。いろいろ各メーカー特徴あると思います。その中で一つ言えることとしては、カラーの退色、ダメージを予防するっていうところに重きを置いたスプレーをやっぱり選んでいただくと、髪のダメージにもつながりにくくなりますし、美髪への近道になります。ぜひ夏は UV スプレー使ってみてください。インスタからコメントなど、YouTube のコメントいろいろ見てます。で、返信も僕は最近しっかりやらせていただいてますので、ぜひコメントいただければやる気のつながりにもなりますので、ぜひお待ちしております。はい、それでは明日の美髪に、バイバイ。